エルビットシステムズはイスラエルに本拠を置く軍事用エレクトロニクスを開発している企業。同社は世界各国で行われている国主導の各種プログラムに幅広く参加している。子会社を含む事業内容は航空宇宙産業、陸上及び海上での電子システム、式系統システム、各種制御システム、統合戦術情報伝達システム、コンピューター、 情報と監視及び偵察システム、無人航空機の開発、グラスコックピット、航空機用アビオニクス、最先端工学機器開発、宇宙工学機器、電子専用機材開発、シギンとシステム、戦術データリンク、精密誘導システムや新刊、通信機器、研究開発事業など、主に軍事関連事業を中心に幅広く手がけている。同社は、 既存の軍需プラットフォームのアップグレードや開発した新技術を防衛や国土安全保障及び民間航空向けアプリケーションソフトウェアとして提供している。その他、訓練やシミュレーションシステムなど様々なサポート事業にも注力している。近年ではシーガルアンマンドサーフェイスベッセルと呼ばれる無人水上艇を開発しておりリスクを大幅に低下させることができるため、 この無人艇を利用した機雷処理や対戦線のシステム開発なども言っている。2016年時点、イスラエルとアメリカ市会社での操縦業員数は13,895名であり、その大半が研究者や技術者、システムエンジニアやメカニックである。エルビットシステムズ社は1966年、エルロンエレクトリック・インダストリーズによって設立され、 イスラエル国防省総合研究所が研究していた特別なコンピューター設計に関する専門知識とエルロンが経験していた電子製品の製造開発や管理技術を合わせたエルビットコンピューターを開発したことに始まる。その後、武器のロジスティクスシステムの構築やほとんどのイスラエル軍用機に搭載された広報システムの開発や生産などを行いながら規模が拡大した。 ラビシ作機のアビオニクスパッケージを確立しており、メルカバ戦車用の射撃管制装置などの開発と生産も行っている。1996年、エルビットは3つの独立した会社へ分割されている。1999年から2000年にかけて、エルシントとエルビットメディカルイメージングはイメージング事業を GE ヘルスケア及びピッカー社へ約6億ドルで売却。本校。防衛エレクトロニクス部門として設立され、ナスダック株式市場で新規株式公開を行っており、取引初日は7、75ドルの値を付け終了している。その時価総額は50億ドルを超える。民間通信事業会社として独立し、1999年、 イスラエル発の GSM オペレーターとなったパートナーコミュニケーションカンパニー社設立時のコンソーシアムを主導した。2002年エルビットはエルロンに統合されている。エルロンは2003年から2006年にかけパートナー社の株式を約1億6000万ドルで売却している。2000年エルビットシステムズはエルオプトが合併しイスラエル最大の非政府系。 防衛エレクトロニクス企業となったことで企業価値が上がり、エルロンは2004年エルビットシステムズの株式を約200万ドルで売却することに成功している。合併後、フェーダーマンはグループ企業として最大のステークホルダーとなっている。エルオプトの合併後、フェーダーマンと当時の CEO ジョセフ・アッカーマンは買収戦略による積極的成長を主導しており、以下の企業を買収している。 R64 用、統合型ヘッドマウントディスプレイヘルメットを装着した、飛行訓練前の訓練生2014年10月、アメリカ陸軍の R-64 ア,アパッチ用、アパッチアビエーターインテグレーテッドヘルメットの供給と提供に関して、1270万ドルの2年契約を締結。2018年3月22日、エルビットシステムとユニバーサル、 アビオニクスとの共同発表を行い、エルビット社は、資産取得契約を通じ米国民間企業、ユニバーサルアビオニクスシステムズコーポレーション、アスクの買収を、今後数週間以内に完了する過程にあると発表。2019年、アメリカの軍需関連企業である、ハリスコーポレーションの暗視装置部門を350万ドルで買収。2019年4月、衛星即位システムに、 免疫システムを提供するためのソリューション先として、フィンランドの電子機器企業である、ダーグループとの提携を発表。2019年8月、イスラエル国防軍が採用した、装甲兵員輸送車、エ t タン及び、装甲ブルドーザー、キャタピラ D 級にアイアンフィスト、アクティブ防護システムを装備する、国防省契約を獲得。2019年9月11日、 敵対的道論に対する対抗手段であるアンチドローン技術 D ドローンを発表数キロ圏内のドローンすべての周波数帯を検出識別し無力化させるものである2015年7月ローマ教皇がラテンアメリカを訪れた際警備で使用されており数十機の撃退に成功している2019年12月5日イスラエル国防軍に対し納入した 新型照準機である、比例客式赤外線画像照準機、アクサクトス65、アクサクトス64の運用が開始された。数千単位で納入されており、特殊部隊単位と不評部隊の選抜ついてから優先的に配備されている。この照準機は、エルドを採用したカラー画像で表示され、停止低下でも鮮明に表示される機能を持っており、64型で1100メートルまで、 車両識別が可能となり、600メートルまで人の識別が可能である。同様に65型は1250メートルと750メートルとなっている。2020年1月11日、イスラエル国防省は昇降系弾薬の供給先として、エルビット社と5年1億4400万ドルの政府契約を締結。二千二十年一月十一日、 高高度からの高精度消火剤散布技術、ハイドロープのデモンストレーションを行い成功を収めている。精密誘導システムを転用したこの技術は、500フィートの高度から1、平方メートルあたり1から2リットルの消火剤ペレットを正確に散布するものであり、現状一般的に用いられている液体消火剤を使用した飛行高,高度の4倍である。液体を使用した場合、 高高度では無酸してしまうため、100フィートから120フィートあたりまで、極力高度を下げる必要があり、安全規則上、作業は日中にのみに限定されており、山岳地帯や煙が多い場合などでの低空飛行は、非常に危険を伴う上、夜間作業ができない問題を解決するため、開発された。2020年時点での主要市会社。このかイスラエル、ヨーロッパ、北米、 南米、アジア地域に小規模な子会社や投資先を抱える。アゼルバイジャン、ベルギー、スイス、ヘルメス900、ドイツ、フィンランド、フランス、イギリス、イタリア、北、マケドニア、モンテネグロ、オランダ、ルーマニア、アメリカ、合衆国、テキサス州国境に設置された、遠隔機能付き無人、監視塔。ブラジル、コロンビア、エルビットが設計した。 RWS を搭載したフィリピン軍の M113A にフィリピンオーストラリア2017年12月6日、カナダ、トロント大学にあるネットワーク監視などを行う研究所、シチズンラボがエチオピアの反体制派、米国人や英国人ジャーナリスト及びその他の国の人間が洗練された商用スパイウェアの標的になったことを示す詳細なレポートを公開している。 この利用されたスパイウェアは、クライビットが販売と運用を行っており、クライビットはエルビット社の子会社であることが明らかになっている。このリポートに関して、ヒューマンライツウォッチがクライビットに対し問い合わせを行っており、その回答で、この種のテクノロジーを用いた商品を否定しておらず、顧客に対しご用した可能性とその責任については受け入れを拒んでいる。 西岸地区の分離壁2009年9月3日、ノルウェー政府年金基金の倫理評議会は、エルビット社がイスラエル西岸地区の分離壁に対する監視システムの提供企業であるとして、保有していた株式のすべてを売却することに決定した。決定を発表する記者会見で、クリスティン・ハルボルセン財務大臣は、国際人道法の侵害に直接貢献する企業に、 資金を提供したくないと発言している。この決定に対しイスラエル外務省は抗議しており、在ノルウェー大使がイスラエル外務省に招集されている。2010年1月、ダンスケ銀行は自社の投資ポリシーである社会的責任を全うしていない企業リストにエルビット社を追加している。銀行の広報担当は顧客の利益を守るために行動しており、 国際基準に違反する企業に資金を投入しないと述べている。デンマークの金融監視機関、ランウォッチも倫理的にエルビット社をブラックリストに載せており、デンマーク最大の年金基金機関の一つであるプコリミテッドもエルビット社への投資は検討しないと発表しており、これは国際司法裁判所がイスラエル西岸地区の分離壁は軍事目的で使用され、 パレスチナ人の人権を侵害しており、抑圧的活動への関与が認められると発表したことによる。2010年3月、スウェーデンの年金基金は国際条約に違反していると考えられる企業との関係を望んでおらず、イスラエル西岸地区の分離壁の構築に関与したとして、エルビットシステムズ社をボーイコットしている。2019年4月、インターネット上で活動する。 人権団体、サム・オブ・アスが、アクサ、戦争犯罪への資金調達と題したリポートを出版しており、これに対しアクサは、2018年12月31日に、エルビットシステムズの株式は全て売却済みであると強調している。ありがとうございます。